はい、こんにちは、ピエ戦争です。じゃあちょっと今回はね、リベンジャーズ加入についてね、ちょっといろいろ話していこうって思って、多分視聴者さんもね、いろいろ気になってることあると思うんで、まあそれにね、気になってそうなことを答えていこうって思うんで。な、俺からちょっと質問してくれ。はい。どういった経緯で、どういった経緯、それはあれ、誘われたかっていうこと。まあ、そうやな。それはリベンジャーズ作ったルチョ君とカズ君って人から、まあ、誘ってもらってって感じやな。どういう感じの人が誘われてるの、それは。どういう感じの人が誘われる、いや、それは俺誘ってもらったことやから、まあ、全然分かれへんけど、全員にチャンスあると思う。普通の人やったらやっぱチャンスないと思うし、それは多分何かインフルエンサーやったり、まあ、そうやってなんかアピールしたりしてる人が多分得意チャンスあると思うから、もう全然分からんな俺はそうやって作ってる側じゃない、誘ってもらった側やけど、まあ多分全員にチャンスあると思う、それは絶対に。けど普通の今のままじゃ、普通の人のままじゃ絶対無理やから、それは何か行動を起こして、そのクリエイターになるだったり YouTube やってみるだったり、まあ、そうやって行動を起こしたら、まあ、誘われるチャンスは全然あると思う。なるほど、まあ、それを踏まえてなぜ入ろうと思ったかやな。なぜ入ろうと思ったか、実際マジで誘われた時20分くらいほんまに迷ってて、まあ、自分の中で、まあ、はっきりとした答えがその時出へんくて、けどやっぱ成長できる環境っていうことを考えた時に、もう一つ絶対普通に自分としてはサッカーチームに入ろうと思ってて、社会人チームに、その他の時間でサッカーできる環境とか、まあ、プレーできる環境、まあ、常にボールに触っておける環境っていうのが欲しくて、まあ、その中で一流の選手とか教われるんやったらいいし、やっぱりサッカー一番上手くなるのってさ、常にボール触ってる環境やん。で、まあ、それ一人より絶対大人数で触ってた方が上手くなるし、まあ、理想で言ったら俺はいろんなチーム入って常にサッカーできる生活っていうのを送りたいんけど、実際無理やん。一つのチームに所属したらそのチームでの活動があるし、まあ、それを可能にできるのがリベンジャーズでの活動かなって思うから、その他の社会人のチームに参加しながらリベンジャーズでの活動も行って、まあ、常にサッカーできる環境っていうのが、まあ、作れるかなって思ったから、その俺はリベンジャーズに加入したいなって思って、まあ、最終的にそう考えた。リベンジャーズでずっと活動していくっていうよりかは、もうやっぱ自分が成長できる環境やからそれを選んだだけであって、まあ最終目標は絶対プロであるから、まあ、そこはブレへんな。もちろん怖いな。当たり前、顔やろ。顔以外、まあ、次僕は、うん、他のメンバーいっぱいおるやん、うん、他のメンバーに対して思うこと。他のメンバー全然知らんけど、まだ発表された人しか。他のメンバーに対して思うこと、なんもないかな。なんもないかな。別に自分は自分やから、まあ、自分が頑張るってことと、で、まあ、やるからには一緒にそうやって戦う中で絶対強くなりたいし、けどそれこそ別に仲良し好良しっていう感じで、サッカー以外のとこでは仲良くやっていきたいけど、サッカーってなったらそれはやっぱチームやし、勝つっていうところにこだわってやりたいなって思う。多分他のメンバーも絶対一緒、他のメンバーも絶対思ってること一緒やと思うけど、あとはりょうくん、多分一番最初に勧誘されてたんかな。りょうくんとかは結構プライベートでも絡むこととかあるし、まあ、そういった人たちとサッカーできるのも楽しみやし、まあ、新しい環境でサッカーできるやん、新しい人とかと、まあ、それがとりあえず今は楽しみだな。だから他のメンバーっていうよりか、まあ、新しいメンバーとサッカーできるのがめっちゃ楽しみだな。俺そういうのめっちゃ好きやから、ずっと一緒のメンバーでサッカーするより新しい人たちとサッカーするのが絶対自分も刺激出るし。俺もめっちゃ見たい。え、普通に見たい。ああ、何を。で、そのリベンジャーズ。ああ、俺も見たい。お前見る側じゃない俺まあ次はリベンジャーズ入るってなったけど、まあ、それであってもプロにやる気はあるんか。当たり前やん。お前ってどういう気持ち聞いてるの。お前はそれ何なん、何を見てコメント読んでるの。それ YouTube とかでコメント来てたやつをお前が代弁してるの。お前バカな。じゃあアンチと一緒やで。俺は代弁してあげてるだけ。いやいやいや、俺思ってたりもするけど。あるに決まってるやん。普通にムカつくやんけど、そんな別にええけど、当たり前やんそんな。まず旗から見たらな、そう思うこともある。さあ、なる気あるよ。なる気あるっていうか、なるよ。今のままじゃ絶対無理なわけやん。で、まあ、何か俺は行動を変えなあかんなって思って、まあ、普通の多分今まで YouTube もやってない、大学生活送ってたっていうまんまじゃ俺絶対プロにもなってないし、多分今サッカーやめてんね 100% な。けどそれを自分でこうやって行動を起こしたから、まあ、そうやってやっぱプロになりたいって思えたし、絶対プロになると思ってるし、こうやっていろんな活動とかもそうやってプロになる上においてやっぱつながってきてるやん。絶対つながるやん今後とかが増えてきたから、まあ、とりあえず今のまんまじゃ絶対無理やな。プロなるなるって言ってるけど、そんな俺が一番分かってるよ。今のまんまの実力やったら 100% 無理。そんな甘くない。だって高校の時
プロ、もともとプロ選手、あの東京ヴェルディやってた人とか俺と一緒にやって、まあ、その後プロになった人とか、まあ、同級生でも何人もプロになったりしてきた人を見てきたけど全然上手かったし、俺はまだまだそんなに比べて足元にも及ばんなって思ったけど、別にここで終わりじゃないから、今から成長していったらいいだけやから、まあ、プロにはなるな、絶対に。それはそうやな、俺が、まあ、なられへんっていうのは分かる、てかその気持ちはめっちゃ分かる。俺が視聴者側やったら絶対ってそんなんじゃプロになるの無理やろって。今日俺がなるって言ったらなる、絶対に。今のままじゃ無理じゃない、絶対成長するから。みんなも笑ってん。いや、なれよって思う。当たり前やろ、そんな。なられへんかったらもうあのアンチの期待通り、アンチの期待通りになりませんでしたけど、俺はそれよりなれるって思って応援してくれてる人のあの期待に応えたいし、何より自分が一番なりたいから。プロにやっぱプロにさなる上において、まあ、絶対になれるっていうやつがなっても面白くないよ。なれるかどうか分かれへん、てかなられへんっていうやつがなる方が面白くない。何の実績もなくて実力もないでプロなられへんやつがなるから面白い。そんなプロなれるって言われてなるやつはもう当たり前やん。なるって言われてねえから、てかそんな実績もないしもうなれるわけないやろって思うやつがなるから面白い。でまあ俺はさやな、常に注目される存在でありたいな。だから絶対注目するやん、そのなれるかどうか分からへんやつがなるって言ってねえから。まあ、俺は常に中心でありたいし、まあ、そういう機会を与えてくれたことに感謝やな。アンチされるのも普通じゃ得られへん経験やん。最高、やるしかない、やるしかないよ、なるしかないよ。さっきの質問が、まあ、アンチかどうかは分からへんけど、うん、まあ、どういうつもりで書いたか分からへんけど、アンチも来るやん、なんとか、まあ、そういう方々に一言、一言どころちゃうけど、やっぱ一言でいい。まあ今のうちにも笑ってみとけって感じやな。まあ、けどそれだけ注目されてるってことやからな、まあ、常に注目されてる存在でありたい俺は。だからネイマールとかさ全員そうやん、良くも悪くも常に注目された存在であるやん。俺はそういう存在になっていきたいし、俺が何をするにおいてもそのみんながおって驚くような普通じゃないっていうような行動を俺はこれから取っていきたいし、そら YouTube やってるからプロになった人なんかなかなかおらんと思うね。こうやって YouTube でこうやって活動していきながらプロになった人とか、だからこそ俺はあのそれをなりたいし、で今の状態からなれるって思う人なんかなかなか多分無理っていう人の方が絶対多いから、だからこそ俺はその一人目になりたいし、常に時代を変えていきたい、時代を変えていく存在でありたいな俺は。だから今のうち笑ってみておいてほしい。あの飛行機だって一緒やん、飛行機作るって言ったやつめっちゃ笑われたんしてる。もうあんなこんなアンチどころじゃない、誰しもが無理って。空飛ぶなんかあの時代にもうみんな走ったりしてる時代に俺は空飛べるんやって信じてそいつはやりきってん。誰か知ってる？知らん。なんだお前、イーロンマスク。ライト兄弟、ライト兄弟多分。いや分かれんけど、まあ、それと一緒、時代を作るやつは常に笑われ続けんねん。それやそれやそれや、笑われ続けたかって最終的には叶える。あんなに比べたらマシ、そういう人俺はかっこいいと思うから。笑われた結果そうやって自分がやりたいって言って自分を信じて叶えるやろ。俺はそういう人に惹かれるから、俺はそういう存在でありたい、時代を作りたい。けどアンチの言うことも分かる、の俺がまだプロになってないから正直何一つ言う権利はない。あのプロになってから俺はやっと見返せるから、信じてついてきてくれる人だけ見とってほしい。一言ではなかったな。よし、次リベンジャーズはウィナーズに対抗するチームに言われてるわけよ。まあいつかは多分まあ試合することになるはずやから、まあ、その時のウィナーズ戦っていうか、まあ、ウィナーズに向けてウィナーズの人たちに思うことって、どうだろう、まあ、ウィナーズの人とかといろいろコラボさせてもらってめっちゃ俺は仲良くなれたと思ってね。普通に一緒にいて楽しかったし、けどだからといって試合になったらやっぱ仲良し小良しでやる気はなくて全力で勝ちに行きたいし、そっちの方が絶対見てる人もおもろいし、そんな遠慮とかするつもりは全くないな。まあやるからには全力で勝ちに行くだけ。みんな勝つとか見たいよ、さすがに。おもろない、だってそのずっと今までウィナーズでこうやってチームとしてやってきたチームに対して新しく作られたチームで勝つって見たいよ。マヤミやる、あやるからな。まず試合に出たい、リベンジャーズ。名古屋がとりあえずは総括してくれ。とりあえず、まあ俺は、まあ、今までは結構 YouTube のこととかも考えて発言とか気にしてたけど、そんなんじゃ面白くないなって思ったし、俺は思ったことは発言するし、まあ、それは見る人からとったら、まあ、生きてるとかそうやって思うかもしれない。てか俺でも思うけど、何のトゲもない、何の思ったことも発言せえへんやつより、自分のこうやって思ったこと発言してるやつの方がおもろい。俺はそういう人が好きやった。ネイマールとか発言するやん、自分の思ったこととか。俺はそういう人に憧れてるし、まあ、俺はそういう人になっていきたいなって思うから、
な人から好かれるように生きたいとは思えへんし、まあ、好かれるに越したことはないけど、まあ、そんなんで自分の思ったこととか言われへんくらいやったら別に好かれへんし、俺は俺のやり方で俺の成長を見ていってくれってな、最終経験、まあ、人々に希望を与える存在でありたいな、こんな今何の実績もないやつがプロになるってことで俺もできるんやっていう、だからそれを期待して言ってくれ。じゃあこんな感じで終わる。それじゃあまた会いましょう。チャオ。